うわ、うまい。ああ、いい形でかわしていった。7番の青木。中央は日高が走っている。うわ、いいボールだ。日高の元に渡った。シュートができるか。決まった。先制は東福岡。前半の35分。なかなかゲームが動かない中で、前半残り5分というところで決めてきました。1対0。先手を取ったのは東福岡。この青木も競争の激しい東福岡で1年生からスタメンを張っていた逸材です。今日はゴールに絡む見事なアシストを決めました。ゴール前、日高前を向けるか、シュート決まった。前半アディショナルタイム20番日高が決めました。東福岡2対0。前半の終了間際という時間帯でした。七海さん、大きいですねこの1点はね。ちょっとやっぱりあの7番の青木は、ね、左サイドドリブルで時間作って、はい、クロスでもなく突破でもなく後ろに戻したんですよね、はい、そこにこの、ね、いいボールが入って、これ誰ですかね、出したの、ま、あ本田ですかね、13番のね、